アリフェスレディオラストエディットはい大津アリフェスレディオラストエディット重尾ですよろしくお願いいたしますえー、今回は日本撮りでございます新年初収録ということでよろしくお願いしますえー、前回からですねえー、不滅の日本テレビ動物ドラマ炎の犬全編をお送りしましたが今回はその後編ということでラストエディット よろししくお願いいいたしますすととうことですね、えー、どこまで話しましたっけ俺 <laughs> ああああれねあの平泉誠さんの話まで行ったんですねであと平泉誠さんはまあその夜券狩りの役ですからでその旦那さんねその竜を飼っているその家の飼い主の旦那さんが高橋悦次さんですねでその息子役これがね松田洋次さんなんですよ。 まあご存知も家族ゲームのね <laughs> ご存知でしょう「夕暮れ夕暮れ」って何だこの野郎、ね、って言われた松田耀司さんですね松田優作さんになんだこの野郎って言われた松田耀司さんです僕はこの松田耀司さん子供の頃大好きって多大ファンだったんですよだから結構覚えてますなんかね野球だっけかなサッカーだっけなんか分かんないけどあのこういう役うまいのねあの どうしようもない役なのよ。何やってもうまくいかないとか、ちょっといじめられてるというか、ちょっとうまくいかない、能力がない子供で、竜はあんまり言うことを聞かないと。しつけもあんまりうまくいかないっていう役で、ちょっと松田洋次さんは自分をこう感じるようにしてるわけ。だからその息子の方を応援してんのよ。あの、いつか立派な犬になってほしいみたいな。竜はなるんだみたいな感じだったような気がします。んで、さっき、あの、収,収録したのもさっきなんで、さっきって言ってますけど。<laughs> あのすごく覚えてるのがあってあのジェロニモね <laughs> あの前編で言いましたけど野犬の親分ジェロニモが死ぬやつねなんかね確かね半分ちょいすぎぐらいなんですよで死んじゃうのよそのジェロニモが。でジェロニモが死んじゃってそっから事実上その竜が頭っていうことになるわけですよ親分っていうことになるんですよ。で親分になってから何回かあったんで。 多分ね、半分チョイスぐらいの死んじゃうのよ。ねえ、その死に方がね、もう感動ね。<laughs> そのもうね、老水しちゃって、もう動けなくなった、もう、ジェロニモはね、その群れからはぐれて、死に場所を選んで、一人で消えるのよ。で、そこに、竜が、あのー、寄り添うのよ、追っかけてって。あの、一緒にいたいっつって。だけど、あのー、ジェロニモがね、あのー、 行けって言うのよ。来んなっつって。まあ犬ですけど。<laughs> まあナレーションがそう言ってるから、あの、来るなと。ワンっつって。<laughs> で、見るんじゃないと。俺が死ぬところを見るなと。で、これからね、お前がもう頭になるんだぞと。だから、こんなこと泣くんじゃないみたいな。で、吠えんのよ。まあナレーションがね。<laughs> そう言ってるんで。で、もうそれがもう感動で。で、これね、俺今でも覚えてるの。あの、当時ね、放映の日、その回の。 俺風邪ひいて熱上げて寝込んで見れなくてあの悔しかったの覚えてんのよ。で俺はそれを見たのは再放送なの再放送でやっと見たって再放送でボロ投げしたのんだって <laughs> ただうちの親があのー、ね毎週一緒に見せたわけですよまあ俺小学校入るか入んないかぐらいですからただから「ジェロニーも死んだぞ」って言ってたの覚えてるのあの,あの風邪で寝込んでる息子に。<laughs> ジェロニモ死んだよっつってて言ったのを覚えてるそれほどねあの衝撃的な「ェロニモ」の死だったんですけどねまあ当時ねまあなんかあのー、こういう感じが好きでねなんか、まあ、結局ほらねもともと飼われてた家庭じゃなく、あのー、野犬として龍は生きていくことを選択するわけなんですよ。でこれはもうそのハッピーエンドなのかと当時子供の時の僕は。 あの前編の方でも言いましたけど、普通にハッピーで終わった方がいいに決まってますから、なんか、ただね、当時からこういうのが好きでね、なんか、ハッピーエルじゃない方が。だからもう、帰ってこねえぜ、竜、みたいな。戻ってこねえし、みたいなね。だからそういう子供だったんですね、もともとね、昔から。もうよかったですよ。ちょっと見たいでしょ。どうもう、マジで、平泉姓、やばいから、マジで。あれ、白役しか来ない。 えすいません、いきなり。ファンですんで、僕。<laughs> それが主題歌ね。ヒットしましたね、サンセットメモリー。これ多分、マサミさんわかりましたよ。歌いますよ、多分。あの、ブロンズの風の中、見つけたメモリーですから。すごい詩でしょ。書けない。こんなキャッチーな詩は。ベスト10入ってますからね、これ。トップ10も。だから当時、もうかなり売れたんじゃないですか。まあ、50万枚近くは売れてるんじゃないですか。トップ10入ってるっていうことは。ね。 まあ、そっからね、しばらくして、実は5作目があったんですよ、その犬シリーズ。それ、太陽の犬っていうね、タイトルで。で、調べたら88年なんですよ。ということは、この、炎の犬から7年後。もう僕はもう中学生ですね。な、なんで、まあ、正直、あんまり覚えてないです。<laughs> 見たでもそ、その太陽の犬。見たよ。あのね、あの、ちょっと俺、ウキペディアでちょっと見たんだけど、 あの、それっぽいことが書いてあったんで、間違いないと思います。あの、リュウ・ライタさんがね、ゴリさんね、あの、刑事役出てて、1話で殺されるのよ。刑事なのに。<laughs> なんかね、シンジケートと、その、麻薬の組織みたいなのと、その、警察内部が癒着してて、巻き込まれ、騙されてね、殺されるのよ、ゴリさんが。で、おい、女を、俺の大好きなゴリさん死なねえぜみたいな、ね。<laughs> 1話で、みたいな感じで。で、その、 現場に居合わせた自その飼い犬の首輪にそのゴリがその黒幕となんかその組織の証拠みたいなそのあれを書いて首にね首輪にこう挟むっていうか巻いて「行け!」みたいなこと言うのよ。で犬はそれを届けるためにほらね走るわけ「走れ!」みたいになってまあゴリは死ぬけど。 そっからですよ、それを届けるためにね、そのまずその犬はそのゴリの娘のとこ向かって、その娘と一緒に、東京、なんかね、港みたいなの、うが横浜かもしれんけど、なんかね、横浜に向かうんですよ。確か、飛騨とか、<laughs> あの、日本アルプスとか、そっち方面からね。でそういうドラマです、確か。だから、なんかね、娘さんがね、犬笛吹くんですよ。そうすると、その指示通り行動するように、もう訓練されてるの、その犬は。 確か、みたいな <laughs> そこは覚えてますまあ最後どうなったとかどんな話だったかみたいなのはそれしか覚えてないんで記憶がないです。ね太陽の犬の方は。もうだこっちの方は年,年取ってからなんですけど全然覚えてないですね。まあ、炎の犬の犬方は衝撃的だったんですよねなんか殿下も出てたんですよあの、小野寺明さんって「太陽に吠えるじゃねえかよゴーリンも出てるし」みたいな。<laughs> <laughs> そういういのは覚えてるんんですよなんかどちらかというとねその刑事ドラマにその刑事アクションドラマにその犬の,そのテイストを混ぜて進めるストーリーみたいな感じだったのでねえあのー、ずっと追われてたよやばいやつらにその犬とゴリの娘 <laughs> いつもウェブフンフカメみたいな確かにそれは覚えてる。 感じですねだからそれよりはほ、ね、さっきから言ってますけどその野犬の群れの生き様を描くというかもうほぼ犬のストーリーで構成されているその炎の犬の方が僕は好きだったんですね,ね。これあれですよ DVD もしっかり出てるみたいですね2010年ぐらいにもう結構前ですけどただまあ高いでしょうねあのセットって高いよね。あれちょっと安くなんないかね。もうだってささとかさ あのね、あのー、ネットフリックスの時代でもうさ売れなくなっちゃうからねもう半額ぐらいで売っちゃったらいいのにねというまあそんなこんなで u ネクストとかねそっちの方にこのドラマも出てくれば、あのー、見れるようにはなるかと思いますので是非ですね気になる方はあのー、見てみてくださいと。 いう話なわけなんですそしたらなんかねこ今回調べてたらびっくりしてこの「炎の犬」の竜っていう主役の役を演じた犬はですねあの俳優の青井照彦さんね二代目助さんです <laughs> の「あの明日のジョー」の矢吹ジョーの声ですよ <laughs> やってた青井照彦さんの飼い犬だったらしいですねびっくりですっ、ね、知らなかったねまあ僕が言ったのは「炎の犬」という方のこれは多分シリーズの4作目ですね あの犬シリーズの。で5作目が今チラッと思い出した話なのは「太陽の犬」これで完結するんですけどその3作目2作目1作目っていうのは僕は見たことがないっていうのは前編でお話ししましたけどだって4作目が俺が小学校入るか入んないかの頃ですからその前はさすがに記憶がないですね。もう名名犬犬いの話ですよ <laughs>、ね、名犬らしいやっっってたよねなな <laughs> なんんかかアニメだっけけあれなんかちょっと記憶ないけど ね、まあそんなこんなで前編後編でお届けしましたお犬さんのお話でございました。今回はこの辺でバイバイブー